ほう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 。メリークリスマス。はい、どうもこんにちは。この動画では映像の中の色を一部だけ変更する方法を3つほどご紹介していきます。色が変われば視聴者の持つ印象も変わると言われますが、今回の内容を見てしまったからにはそんな面倒な色操作も素早く行うことができるようになります。ぜひとも服とか車の色を変えていろいろと遊んでみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。まず最初にアフターエフェクトの中に赤い服を着た宮崎駿の動画を入れておきます。すごく手を振っておりますね。おりゃ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 という感じで、まあお遊びはこの辺にしておいて、まずはこのクリップをコマンDで複製しておきます。今回はこのクリップの赤い服だけを変更していきたいのですが、よくよく見てみると後ろの背景とか赤いものがちょいちょい映っています。そこで駿尾の周りだけをペンツールを使って囲んでいって、マスクを切っていきましょう。ペンツールで囲んでいくと、この囲んだ部分だけが切り抜かれている状態になりますね。しかし今回は駿尾がやたらと動き回りますので、マスクのサイズとかも変えていきます。 M でマスクを表示しておいてキーフレームを入れておきます。そうしたら映像で別のところへとインジケーターを移動させておいて、これまたマスクのサイズとかを変えていきます。マスクはダブルクリックでサイズを簡単に変更することができます。これを映像内で一通り繰り返していきます。さあ、ということでこんな感じで終わりました。そうしたらここにエフェクトからルメトリーカラーというやつを適用してみましょう。ルメトリーカラーでは色を変更したり調整することができますね。ということで今回使うのはトーンカーブです。このトーンカーブから、例えば色相 VS サイドというところでカラーピッカーを使って服の色を選択してみましょう。するとグラフに3つ点が打たれたので、真ん中の点を上下に動かすとサイド、つまり色の鮮やかさを調整することができるわけです。宮崎駿もピースサイン、そなたは美しい。そして今回のメインはこの色相 VS 色相です。これを使うことで色相が変化するため、赤を選択しておくと点を上下させることで服の色を変更することができます。グリーンがよく似合いますね。しかしながらよく見てみると、後ろの看板とか後ろにいる人のカバンとかまで緑になっています。そこで2つ目の色チェンジの方法を試してみます。基本的には変わらないのですが、服の赤い部分だけを抜く方法としてキーライトというエフェクトがあります。くり抜いたクリップに対してキーライトを適用していきます。これはクロマキー合成など緑の背景を消すときに使われるエフェクトです。そしてソースカラーにて赤を今回は選択していきましょう。そしてこのビューのところでステータスやスクリーンマットを選択しておき、下のスクリーンマットというところの数値を変更していくことでくり抜いた箇所を確認することができます。この黒い部分がくり抜かれた部分、つまり透明の部分です。ソロレイヤーにしてみると赤い部分が消え去っているので、先ほどのグリーンの上に重ねたりするのに使えます。そして最後の方法を見ていきます。それがロトブラシです。そのままのファイルを複製したところから始めていきます。そしてロトブラシツールを選択してクリップをダブルクリックするとレイヤーのパネルが開きます。ここで範囲を決めることができるのですが、先ほどマスクを切った時とは違ってロトブラシを使うとより細かく切り抜くことができます。コンポジションを25フレームパーセカンドに設定しろという感じで表示が出ていますので、コマンド系で速やかに指示に従って FPS のところを25に変更しておくと良いでしょう。さあ、これでブラシで囲んでからスペースキーなどで再生していくことで、いい感じに切り抜かれるように自動的に調整してくれます。あとは最初のところでマスクで説明した通り、ルメトリーカラーで色を変更すれば OK。 ちなみに私が最終的に作成したファイルはこんな感じになっております。線を出せの顔なし状態、そしてその下はロドブラシで切り抜いて色を変更した素材、一番下は背景とか全部ひっくるめた素材ですね。こんな感じで今回紹介した内容とかをいろいろと組み合わせていきながら作り上げてみてはいかがでしょうか。ということでここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。